なんてことだ。追ってくる巨人はあらかた片付いたらエルヴィンはそろそろ壁につくことだ。急がねえと。おい、何を止まってる、クソメガネ。リヴァイ、崖が崩れて道が塞がったんだ。これじゃ馬が通れないよ。そこの砲台で瓦礫を吹っ飛ばしてくれる？頼んだよ。巨人が数体接近してきます。しかだね。だが町の様子が気にかかる。うまくいかねえようなら先を急ぐから。ありがとう。砲台が巨人に壊される前に急いで頼むよ。さらに巨人を確認、複数います。立体軌道で瓦礫を無視できる。もう馬を諦めて進むか。ダメだよ、ここには馬を置いていけない。巨人は防ぐから瓦礫の破壊を急いでよ。助かってよリヴァイ。あとは私の班に任せて先に行っていいよ。面白い面しやがって。悪いな、変だね。苦戦してやがるんだ。手はするなよ。私も行きます。続け。私も行きます。ヘマするなよ。私も行きます。どうして化け物。ヘマするなよ。了解。お前ら腹をくれ。クソ巨人どもめ、キリがね。味方はどこだ。兵長、この失態はすぐ取り返します。だったら口を動かしてない。ついてこい、オルオ。邪魔だ。救援要請、無視はできねえ。まずいな。早く仲間と合流して町へ戻らなければ。おとなしくしてよ。行く。は
場合でした。邪魔だ。はぐれてしまって、助かりました。行きましょう。俺たちは急いでエルヴィンを追う。遅れるな。助かった。縁談か。救援に向かおう。行く。おとなしくしてる。俺としたことが仲間を見失うとは。体勢を立て直さないとな。面白い暮らしやがって。行く。お前ら、腹をくくれ。トロストクの状況によっては俺たちの力が必要になる。急ぐぞ。手はするよ。おとなしくしてろ。了解です。いいからついてこい。エルヴィンに追いつく。どうしてバイこの道も塞がれてやがるんだ。見て、仲間が少ねえようだ。崖崩れと巨人の襲撃で味方はチリチリだ。手を貸せ。やる。エルヴィンが先に行ったのか。先頭にいたはずだ。おそらくそうだろう。そこの砲台で瓦礫を爆破して進もう。邪魔だ。先に行け。俺は試算した兵を収集する。俺の敵じゃない。どうした負けない。エヴァリ来たか。戦力を集めてきた。先を急ぐぞ。そう、ご苦労。このままトロストクの壁門まで強行するぞ。まとめて相手する。俺の敵じゃない。
エルヴィン、門が破壊されてる。急ぐぞ。総員突撃、トロストク壁門へ急げ。俺の敵じゃない。どうしてバケモン。止めて相手して。何が起こってやがる。飛行手一体向かってきます。面白い面しやがって。今は考えている時間がない。みんな立体軌道に移る準備をせよ。リヴァイ、お前は仲間の援護を頼む。あの大型機甲士を仕留めろ。了解だ。手なずいてよ。ああ、承知した。後ろの壁を登らせてもらう。援護します、兵長。手強そうな奴だが、俺たちなら、俺たちの力見せてやりましょう。
こそ。あれは自由の翼。おい、ガキども、これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォール・ローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。